さあ、今回もグリードランドやっていきましょう。さあ、前回ね、精鋭1回になりまして、武器とか増えてないんですけど、まあ、よくね、ここまで来たなと。メイン武器で見てまだまだあるので、この炸裂弾。これはいけると。ちょっと今回ね、使いますけど。さらにここね、消耗っていうので、この右上の22000の方だね。ゲーム中拾える紫色のやつかな。これ使うことで、この下にある任務、これをですね、なんと、ランダムに終わらせることができる。多分、これ安いんですけど、500銭とか、やるごとに高くなっていって、で、多分序盤にやる感じで多分イメージされてるんでしょうね。結構後半目なんで、今、中盤か。そんなとこにあると思うんで、めちゃくちゃ今だと安いんですけど、これでね、めんどくさいのを、まあ、ランダムなんで、どれかわかんないけど、例えばあと1個とかなら、払っちゃっていいかな、みたいな。こういったね、資源を使った、パスができると。これ結構大きいんですけど、なるほど。この左だったら嬉しかったですが、ちょっとこれ使っちゃいますか、もう。これ一番めんどいんでね、これだけ消したかったけど、こうやって。こうやってね、ポイントだけで今回まず上げてみましたね。で、アコアチピオン、これもまあ簡単。ミニミサイルも簡単。この右のエリア10の挑戦2回クリア。でまあ今ね、今のクリアしてないから、そもそもエリア9なんで、できないと。あ、でも安くなったね。ただもう右、来い。で、チップシステム構成4か。ここね。構成1、2、3で4だよね。で、今でも一応押せばできるけど。くれるんですかね、そのままね。いったれ。左から順なのかな？なんか右側やたらといかない気がするけど、まあ、むずいのがいってないだけなのか。いったれ。よしよし、まず今回ね、この新しい機能で。でもあれだね、560下がるから、そんなにこれ高くないな。2000移動する。炸裂弾。またこの右消したいけど、ちょっとまあ最後に1回だけね、使って。でもやっぱ左になっちゃうね。お、来た。これならいいや。炸裂弾でボス1体。炸裂弾ね。ちなみに切断用バーナーもいけるんで、ちょっと毎回ね、今回と次回は新武器試せるかなと。で、チップに新しく武器オーバーロードと補助オーバーロード。これ両方ね、ゲットしたので。これメイン武器のダメージ発射速度が5%ずつ上がる。補助も同じ。で、この火力で、例えば、補助とか上げれるんで、ここめっちゃ振ればね、スタートからだいぶ火力が増し増しでいけるよと。で、前回使ったこの、重火器専門家で弾数も増やせたんで、まあ、これとさらにつけるのは無理ですけどね。拡張も無理だもんね。まずはこの強化で持って、で、ニュースーツ。鉄壁の守り手。ちょっとこれもね、さらに解禁して。これは敵に範囲ダメージ与えると同時に自分が回復。回復できるのね。で、まあ、ちょっと10レベなんでね、比較としては難しいけど、ガンマンと比較すると、耐久がスタート140で同じだね。上げてない、この先鋒戦士が100なんで、かなり硬い。移動が低めかかなり。720、540。で、視野は普通で、そうだね、まあ、硬い、アーマーもあるから、これかなり使いやすそうで、5レベルで自動的に、継続的に回復する。10レベルで致命傷を受けると敵に爆弾ダメージを与えて回復する。そうやってきました。炸裂弾。反射があるからめっちゃ分かりづらいけど、これはどういう系なんだ？さあ、やってきましたよ。これ反射はいるのかな？
めっちゃ弾がでかい。なんだろうね。大砲みたいな。そんな感じなのかな、これは。反射外してみようかな、ちょっと。さあ、再びやってきました。ちょっと反射ね、取ってみて。代わりに弾ちょっと増やしてみたんで、どう？爆発するイメージだから、こっちの方が多分、いいんじゃないかな。ロケランが反射するみたいな、そんなね、違和感があったよね。ここでボスを、とりあえず、3体は出てくると思うんで、1体でも倒せれば。メイン武器をひたすら上げていけば、メイン武器と盾とか拾っていけばね、ちょっとドローンはね、ちょっと、相棒なんでつけてますけど。ここでまあ問題なさそう。で、さっき使ってた、使っちゃえ。ちょっと音量下げよう。いいとこがない。効果音の設定がないから、あんまり。いい設定が見つかんないですけど。ちなみにここね。この今やってる紫色のやつ。これがさっきの、スキップに使ったもので、まあ、500、1000、1500みたいな。ちょっと上がってたんでね、もう少し、もう今の高いかもしれないけど、600、1200とかだと思うけど、まあ、そんなめちゃくちゃね、スタート2000とか使わないから、これ今後の昇級楽そう。コスト上がるかな。ちょっと安すぎる気がするけど、まだまだまだあるんだろうね、階級が。言うてランダムなんで、そんなにね、めちゃくちゃ。あれだけでいけるわけじゃないね。今一応貯金があるからね。しばらくなら上げ続けれるけど。ただどうせこの林エリア銃なかったりするから、上げまくったとこでね、ちょっと今後のいけないとこを言われても、ちょっと難しいかなと。さてちょっと試してみるか。パワーインパクト。おー、なるほどね。なるほど。でも回復できたんだ、今のね。ちょ、回復見てみるか。あ、長段なんか違う気するんだけどなぁ。ちょ、もう一回やってみよう。これちょっと食らってるんですが。あ、確かに回復するね。回復できる技はね、いいね。今まで妨害、凍らせるとかあったけど、シンプルにこうね、あんま妨害能力はないけど、まあ、ダメージ与えつつ回復できる。まあ、メインは回復できるんだけど。で、小技も一応効果とか上げれるんで、多分ダメージが上がるんじゃないかな。なんかノックバックがね、ついてれば嬉しいけど、そういうのはなく。クールダウン短いんで、すぐに使って、で、これちょっと効果上げてみようかな、その点で。もうどんどん炸裂ガンいきますよ。炸裂ガン、あ、で、この G 結晶採取、これ上げれば、さっきのやりやすくなるね。で、スキルもバンバン上げてみて、発射速度上げて、炸裂ガンで、次がなんだっけ？よっ。ちょ、覚えてないな。なんか溶接みたいなじゃなかった。武器っぽくないなって思ったけど。ほら、いけ。ちょ、雑魚に使おう、雑魚にね。お、倒せる倒せる。効果でやっぱダメージ上がってるっぽいね。全体の火力で上がれば一番大きいけど。で、さらに、ドインとか。で、このスーツちょっとだけ強化したんですけど、3レベルかなだけ上げたんだけど、体力とアーマーが上がってくんで、スタートでもね、他のマックスに強化したスーツと同じ体力、で、アーマーが上だったからなんなら硬いんですけど、
まあ、とにかくこれ耐久力が高いので、ゲーム中にほんの少しでも体力を上げれば十分耐えうる、ね、性能で、しかもマックスまで上げると死にかけたら回復するみたいなあったんで、これはね一番いいかもしれない。しかも回復できる、殴ればこれだって意地になっても10秒に1回使えるん で体力ちょっと上げちゃったらね、もう十分でしょ。ちょっと気になるからさ、あれだよね、ちょっと敵に当たんなくても回復するのか見てみるか。一旦倒して敵を一掃してくれ。ほら、あ、当たんなくても回復する。なんか当たってる量とかで比例してとかじゃないんだね、シンプルに発動すればある程度回復するみたい。じゃもっと食らいたいな、もっと食らわないと分かんないね。だ今で半分くらい回復したら相当なんで、ちょっともう殴ってくれ殴ってくれ、もう好きにしてくれあ、まあそんなにか、でも十分だね。もう10秒待てばね回復できるわけね。はい、これ OK と。いや、回復いらなくない？これもう。お、ボス来た、ボス来た。ちょ、ここで成功させたい。よいしょ。あれ？終わった、終わってなし。え、じゃあもう帰ろうか。でもあれか、どうせエリア中行かないといけないんだよね。まあ、さすがに選んで、クリア扱いは、あれか、チートすぎるか。だって1個が面倒っていうのが基本なんでね。例えば2000移動するっていうのもまあそんなに、ね、やればいけるし、だこのエリアとかが解放されてなければそもそもそこまで行かないといけないんで、そこだけがちょっとネックではあるんだけど、で今回のアプリめちゃくちゃいいね。めちゃくちゃ遊びやすい、まあ、この主要目標っていうのが結構ね他のゲームにないとこで、まあ、目標をね達成していくで新しい装備が手に入る面白い点ですけど、まあ、融通がね効かなかったんで、そこに少しねテコが入ってくるかと、まあ、あと1個だけクリアできないっていうパターンが一番楽になるからね。でも例えば自分で先に2個あげる、まあ、やって最後1個になった場合やっぱ値段も上がるのかな。やるごとに上がってたけど全部終わったらこそね下がってたんで、使った回数なのかね残りの何かに反応するのか、そう気になる、ね。まあ、多分残りの数に応じて上がるっぽいのかな。強いなだいぶ強い。長弾一発くらいならしてもいいかな、ここまで来ると。おー、なんかいっぱい、でも足遅いんだよねこいつ。まあいいか、バルカン発射速度いいね。バルカン貫通。いや、パワーインパクトがね、ちょっと強すぎるわ。で、こう、まあ、食らってもね、もう、はい、どうも。足が遅いから、かわすのはね、今、大変だね。ここでも離して。他の前2つに比べると瞬間的な火力は出ないけど、まあ、十分強化でなんとかなるんで、あんまりねいらないし、まあ、これもインフレがすごいですからねめちゃくちゃ強化チップが後から出てくるから、それ入れるほど火力がいろんなね方法で上がってくるんで、まあ、そのまま火力上がったり弾数増やしたり、あれなんかオーバーワークかなとかね、
あげたりとか。クリティカルダメージ。バルカンの数。クリティカルダメージ。あとこれクリティカルダメージ上げとけばね、もう全然終わってるね。見えねえ見えねえ。爆破範囲は、どうなんだろう。後ろの一体ぐらい当たってそうじゃん。機能強化に爆破範囲はないからでもってる感じ。そこもあればな。黒い黒すぎる。ほら、おお、強い強い、いいね。あの火力も上がってんのかな。ちょっとあの全火力の上がってそうな気するよね。さっき90ダメージぐらいじゃなかった。今170あるけど、ちょっと一回全火力上げてみようか。メインウェポンじゃないと思うから。なんかスタートより倍くらいになってないか。もう今回、あ、でもスキル効果ちょっとこれ上げてみます。170あってから、まあ200に近づけば上がってる。ああ、そう、200に近い近い近い。やっぱそのまま、あの 25% は火力に入る。で、次全火力。はいね。あー、数だね、数。増えてんのかな、いまいちわかんない。まあでも、最初めっちゃ遅かったんで、と比べたら速いし多いしってなってはいるはずなんだけど、あんまり目じゃ追えないな。そう、なかなかちょっと全火力なんですね。これちょっと温存しよう。でも足が遅すぎる。そこだけちょっと我慢ならないね。全火力はなかなか来ないか。今ダメージ上がってなかった。一回試すか。210になってるよ。さっき198だったんですけど、金返らせよっかな。いやでもこれ取ったら結局一緒よ。やった意味がないね、ちょっとね。で、ちょ、全体火力上がってないんですが、試します。240かな。なんかレベルで上がってってんのかな。補助、あ、でも補助装備今上げたっけ。ちょっともう上げてみるか。240って245になってる。でも今 20% 上げたから、それがもし入ってるんなら違うね。いいね。倒したのか。倒してないな、これまだ。おら、ダメージ謎だね。なんかやっぱレベルかなんかで上がってんのかな。一旦来てごらん。よいしょ。245。あ、でも変わってないね。補助装備後でも上がってないか。
もスタートを死にもしなかったからね、相手が。痛い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 よ。貫通、お、貫通、貫通、貫通か。貫通ってなかったっけ。長弾持ってて貫通ないことあるんだよ。長弾の方が多分上だと思う。200、あ、250、上がってるね。今だってクールダウン取ったから火力は関係ないですね。なんか下にね、もしかしたらなんか小さな数字がついてるのかもしれない。やっぱレベルで変わってそうだね。次じゃあ全く関係ないで踊るか。こことかめちゃくちゃいいと。取る前に一回試して250で、じゃあ例えばまあ近距離機銃とかで、じゃあクリティカル率とかで、で殴る261。やっぱなんか1レベルに5くらい上がってんだね。パーセンテージじゃなさそうだね、その点は。この辺の変更火力の上昇あんまり意味なさそうですけど、ただ上がってことは間違いないんだね。見えねえ。長弾いる、長弾。ここまで来たら長弾がないと。ほらかかったな、ここで爆撃だ。どうしよっかな、補助装備いくか。ドローン頑張れ、ドローン。結論長弾は言いますね。まあ、レベルアップで取ればもう大変だったけど。さあ10バルカン見て、このバルカンの数煙からよく目立つね。で次はあれだ、シンプル溶接バーナーか、試せます。あ、溶ける溶ける。スーツはこのままでいいかな。この守備のやつが一番いい気するわ。うわ、肝、右肝。なんかエビの大量シーンみたいな。ちょっと肝すぎるんだけど。エビ食べれないんで。いやー、やばい、肝、何もつけてないけどな、任務とか。数が増えるんだな、このパターンで。いやー、肝いいよ、これ。勘弁してくれ。火力足んないってことか。今でもちょっと長弾が欲しいじゃん。いや、今から来てもらってるけどね。ドローンの進化だな、あとは。爆破範囲がありそうだから割といい感じではあるんだけど。うわ、遠距離くんの方ね、しんど。うわ、貫通、これは貫通いるよね。あ、ナイス、これめっちゃ助かるけど、あんまいなかった。痛い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 。ここに敵がいる、ここに見えないけど。死んだか、あ、死んだ、よし。クルダウンはもう6秒に1回回復できるっていう、もうチートみたいな。ヤーマー硬いし遠距離もそんな効かないからね。
HP25% アップとかってあれスタートの HP 高いほど多分効果高いよね。そう考えたら元値に 25% だとしても、例えば100と150、160とかだと 25% の、ね、分母が全然違うから、取る回数も少なくていいんだよね、 HP アップで。アーマーがもともと高いから火ダメもちょっと減ってて、結構2でもね変わるっぽいんで、もともと多分4かあるんで、スタートのどのキャラよりもめっちゃ硬いから不死身だね。ほら殴りながらいけるんじゃないか。さすがに無理だ。あんまりいいの来ないね。アーマーを投げちゃう。で今回この G 決勝今3800個取れてるんですが、うわさっき使ったのも多分5、6000とかじゃない、割ともうね回収できてそう。でこれこの G 決勝ね、もうまあね報酬なら大きいかな。こいつまだ生きてるのか、うわ効かねえ効かねえ。で回復量あれだね、割合っぽいね、体力めちゃくちゃ増えてて、なんか最初のゲージと比べれば全然違うんですけど、普通に回復してるから割合で、お来た跳ね返る、ちょ跳ね返り見てみるか、やっぱ跳ね返り先で爆発してる か序盤跳ね返りは分かりづらいんだけど後半はいるね。まあ、でも2回とかはいらんかな。じゃあ行ったら行ったらもうやることないから、こいつでかくなった、気のせいか、成長したね。ボス戦って一応怖いんだけど、なんかもうね、こうすぐ回復できるから、気にもならないね。鬼のような強さ。もうなんもいらないね。何が起きてるか分かんないな。エリア10まで来るともはや何のゲームなのかって感じだけど、あいいね、来い。あこれあんま死なないんだね。まだ HP いく？いや、こっちはね。残り30秒。おい、食らってもらえるぞ、全然。ちなみに、ぶん殴りは377ダメージ、やっぱ上がり続けてるね。ひたすら上がってって2桁のダメージから377まで、まあでもこいつめっちゃ硬いから
それでどうこうっていうのは、ないけど、あ、一応与えれるよ。終わった。さあ、ヒゲヒゲイ。多すぎる。多すぎるぞ。撤収。って感じですよね。チップ貫通。あ、じゃあ、なかったんだ。貫通力を上昇。持ってそうなもんだけどね。で、来ました。4階層。お、表現地帯。これね、製品巻きてから、実は、さばきやってないんだよな。あ、でも、ここ突破。じゃあ行きます。じゃあ次は、表現地帯。